になりましたので始めさせていただきたいと思います。ウクレレ大合奏会第12回始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。持ち方としてはですね、普通に抱えていただくっていう感じなんですけれども、この肘の曲がるところ、関節のところをこの辺りに当てて脇にちょっと挟む感じ。ギターと違いまして、ウクレレは、このサウンドホールではなくて、この膨らんでるところとネックの付け根あたりを弾くと一番大きい音が出ます。大変ではないです。一番下の細い弦で、下の線が太い弦で、なので下の弦が、下の線が弾き手側から見た上の弦。担当しております吉際と申します。市川ゴルトンプラザ店はこんなにたくさんウクレレがありますので、皆さんぜひ一度足を運んでみてください。ウクレレサークルも2ヶ月に1回開催しておりますので、お家で練習しててちょっと練習あんまりできないなっていう方は皆さんで一緒に、一度演奏しに来てみてください。よろしくお願いします。今日も見てくれてありがとうございます。これからもウクレレ関係の動画たくさん上げていきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。マハロー。